老子道徳教、ここに挙げているのは第11章と28章です、はい、お正月に、はい、ちょっと時間があるなと思って、はい、こんな本を読みました。何もない空間が価値を生む、オードリー・タン、はい、オードリー・タンというのはコロナがわーっと流行りだした時に、はい、感染者の足跡をたどるアプリを開発して世界に知られた方なんですけど、まあ、2019年のフォーリンポリシー誌、世界の頭脳100人に選ばれた方、はい、2016年から台湾のデジタル担当政務委員かっこ大臣に相当するものにつきですね、はいはい、今もその台湾で、デジタル関係の仕事をされてます、はい、もうちょっと言うと小学校1年生で受けた知能検査で最高レベルをマークし、ただ優等生の競争主義に馴染めず登校拒否になり、通算9回の転校などを繰り返したが、14歳独学で中学校ぐらいからもう学校に行かなくなって、はい、で14歳で独学でインターネットの世界でプログラミングの世界を学び、はい、19歳でスタートアップ企業の代表になり、24歳でトランスジェンダーとして生きることを決意しみたいな、はい、そんな方で、まあ、名前だけは聞いたことあったので、はい、もうなんかわーって本が並んでるところで目があったんですね、はい、で読んだところ、やっぱ本当の自分探したいじゃないですか、はい、やっぱり、はい、みんなそうだと思うんですよ。こんなこと言ってるからバカっぽく見えるんですね、すいません、はい、で自分はそのプログラミングとか論理的に学びたいみたいなことを日々思ってるので、はい、オードリー・タンという人がデジタルの世界で名を成した人っていうのは知っているので、はい、あ、何か文系の人でも学べるものがあるんかなと思ったんですよ、はい、で目があったので読みました。するとですね、もうこういう本って一番初めが大事じゃないですか、はい、いや本屋でパラパラって見た時に、はい、キャッチするために 読もうと思うかどうかの話、読もうか、はいはいはい、そうそう、なのでそこに大事なものを持ってくる、はい、で岡田斗司夫さんも言ってきます、はいはい、で一番初めに何が出たかっていうと、はい、老子の空間の重要性を学ぶっていうのが出てくるんですね、うん、私が5歳の時、父の本棚に目を向けると、およそ2500年前の古代中国の哲学者老子が書いた道徳教があったと、はい、まあ、一般的に哲学読みにくいと思われがちですが、はい、実は社会経験を必要としない哲学っていうのは、なので子供でも理解しやすいっていうんですね、はい、で道徳教には粘土をこねて器を作る、そこに空洞があるから器としての役目を果たすとあると、陶土、まあ、土を焼いて器にした時に中に空洞がないと物を入れられませんよねと、つまり価値を生み出すのは中の空洞であるということですと、うん、そこで老子は一見無駄に見える空間があってこそ有用なものが生まれると結論付けていますと。でその後このオードリー・タンさんが無駄な状態で空間を提供したり、さらには空間やチャンネルになって自分を通してみんなが気になる仕事やミッションを遂行してもらうことができれば、それが自分の価値であると気づきましたと。だから今私がしていることは5歳の時の悟りに遡るのですと。老子が出たと急に、はい、僕はデジタルとか、はい、今僕が苦しいみたいなのを、はい、そのデジタル的なところで何か役に立つ知見が得られるかなと思って、はい、デジタルのところで名を成しているオードリー・タンさんを読もうとしたところ、はい、老子に出会うんですね、うん、でちょうどこのお正月に老子の28章をあげたんですよ、うん、28章をあげた時に2番になろうみたいな、あ、トップに行く生き方が分かっていても、はい、そこを目指すなみたいなことが書いてあって、はい、まあ、隊長と喋ってるんですね、はい、それを編集しながらあげて、うん、なんか何言ってるか分かんねえと思いながら、はい、やっぱり老子って、はい、って思いながら、まあ、この本に合うんですよ、はい、ちょうど開けた時にっていうのが2番目に出てくるんですね。1番目に出てきたのがこの第11章で言っている
器の話、はい、空間があるから器としての役目を果たすんですと、はい、このオードリー・タンさんの何もない空間が価値を生むというところの2番目に出てくるのが老子の三方は人生の指針っていうのが出てくるんですね、はい、老子の道徳経はもちろん古文で書かれていますが多くの言語に翻訳され欧米の学者たちに研究されていますと。今我々がやっている老子道徳経も、はい、トルストイが監修したものを、はい、日本人が訳したものを読みます、はいはい、でそこに書かれている道理老子道徳経に書かれている道理はどちらかというと数学的論理的なルールに近いもので中には詩のようにしっかりとした構文もあり現代に生きる私たちが世界を解釈するためにも使えるからですと。例えば老子の説く人生の指針には三方三つの宝という言葉があり1に慈悲2に倹約3にあえて世間で一番にならないこととありますと。慈悲とは命を尊重し自分の命を大切にし全ての生き物をできる限り大切にすることです。倹約とは欲望を抑え不必要な資源を使わないことです。あえて世間で一番にならないこととは競争しないという意味で自分のやりたいことを実現するために他人と競争する必要がないということですと。また老子は自分の名誉を知り自分の恥を忘れずにいれば天下の谷となれるとも述べていますと。つまりもっと人目を引く生き方があることも知っていながら逆に目立たない生き方をすることができるということですと。道徳経では高い山の功績を称えるのではなく低い谷について多くのことが語られています。目立たない生き方をするからこそ周りの多くの人を生かし道になることができる。これタオって読んだ方がいいんですかね。多分タオになることができる、はい、これ、まあ、振り仮名を振ってません。老子ですからね。老子だとタオですよね、はい、これはタオとは老子が考える世界の在り方のことです。タオに反する生き方をすると何事もうまくいきません。谷とは地形の低さだけでなく人との付き合い方の謙虚さをも表しています。はい、老子の哲学は人生の最も基本的な生き方について私に影響を与えましたと。デジタル時代に入った現在目まぐるしく変化する情報の中で自分を知っていると早がってんせずできるだけ相手に思いやりを持つよう心がけています。人に対して謙虚であるだけでなく自然に対しても謙虚であることが大切ですと、はい、すいません。やっぱり僕はなんかこの谷この28章で谷ってのが出てくるんですね、はいはい、はい、でも多分この今の文でもやっぱり感じる感じ方は違うんでしょうね、見てる風景とかかもしれない。だからね僕はこのこれを読むとね、はい、よく私が老子の時に言う、はい、老子はやったもん存だと、はい、先にやると、はい、要は先に谷に行くわけじゃないですか。それはナンバーワンを目指すからですよね。ナンバーワンを目指すっていうのは競争の意味ですか。競争の意味です。それはやっぱり競争は苦しくなるだけだよっていうこと、はい、競争に勝てるのは一部じゃないですか。一部ってかそう引いてナンバーワンって言ったらもう一人じゃないですか。ナンバーワンは一人ですね、はい、そうするとこう世の中大体みんな不幸になるわけですよ、まあ、ナンバーワンこそと言われるとそうですね、はい、でそれがまあなんか西洋文化みたいなところじゃないですか。西洋哲学的な人に勝つ競争があって人に勝ってそのために絶え間ない努力をしてみたいな。苦しそうですけどね、はい、でそこからこう、まあ、そういうのがあるからこう東洋哲学的なところに、まあ、ユングとかは出会うわけですけどね、はいはいはい、まあ、みんな出会うじゃないですか。ジョブズとかも東洋哲学、まあ、全ですね、全ですね、はい、だからなんか違うなっていうのはあると思うんですよ。みんなが幸せになれるわけではないみたいな競争欲とか競争はその辺隊長って、はい、実践してます。実践はしないですけど、実践というか何て言うんだろう、考えません？なんかあの秀でたいって思いません？秀でたいって思うけど、はい、それはまあ生活が安定する豊かになるぐらいの感じで、はい、まあ、特に秀でたからといって幸せかっていうのはまた別の問題じゃないですか。幸せなんてものは幸せだと思えば幸せ
みたいな感じがあるので、それはたまに思い出します。はい、はい、だからそこですよね。多分別に優れてるから幸せになれるわけでもなく、何かを手にしてるから幸せになれるわけでもなく、ナンバーワンになったから幸せでもなく、なんか僕はこれを読んで思ったのは、はい、あ、なんか日本にも平家物語ってあってねと、はい、祇園精舎の鐘の声と、はい、行者必須の断りあり、はい、調子に乗んなってことだよねってちょっと違う。調子に乗るなじゃなくてですよね、まあ、調子に乗るなもあるんですけど、はい、あ、謙虚であれですね。謙虚であれ、はい、でなんかやったもん損じゃないですかみたいな話って言いますね私は、はいはい、別に損してないよねって話ですよね。やって何か損してますかって話じゃないですか。やってないくせにね老子的なことをね、はいはい、まあ、それはこうやると損だからと思ってるからやってないのかもしれないけど、はい、こう評価されないだけですよねって話ですよね。老子的に言うとお金、例えば収入で比較すると、はい、別に収入低いだけですよねって話じゃないですか。低いで今は低いとできないやつって扱いじゃないですか、はい、できないやつって扱いになるだけですよね。人からバカにされるじゃないですか。バカにされるだけじゃないですか。何かご飯食えなくなるんですかみたいな話ですよね。それによって給料上がるんですかみたいな話じゃないですか。皆さんこの辺どう考えてますかね。いやこれ僕だけですかね、このっていうのが、まあ、はい、まあ、バカにされたくないとかあると思いますよみんな、はいはいはい、僕も多分あると思うし、はい、けどまあ労使的にはそういうところじゃないですか。バカになったらいいじゃんみたいな。あ、でも 楽なんでしょうねとは思います。はい、はいはい、で別にちゃんと食うもの食えるんだったらそれって幸せじゃないのみたいな。で僕が言う本当の自分っていうのは、はい、楽になった僕です。はい、はい、そうすると全部手放した自分じゃないですかこれはいつできるんでしょうねと思ってます。はい、はい、でこうなんか上に立とうとすればするほど、はい、こうドツボにはまっていく感じじゃないですか。そう、器じゃないですもん、はい、空間はできてないですもんね、はい、そう、僕なんて本当バカを認めてさ、はい、なんか使ってもらえばさ、はい、楽になるんでしょうねとは思ってます。楽になるでしょうねってとこですよね。体調楽ですか。別に苦しくはないですよ。僕は苦しいのは本当にご飯食えないとかいうのが苦しいですからね。すいません、欲しいものが、あのひょんなところで老子とやっぱり、はい、オードリー・タンも老子だったって思うと、はい、ちょっと学ぶ意味があるなと、まあ、哲学ってなんかそういうの多いですよね。そういうのというのはなんかその考え方に苦しむみたいな、はい、うん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 。で僕はこのオードリー・タンさん5歳の時に悟ったと、はい、はい、まあ、5歳でそう僕はこれを求めてるんですね、はい、ああって、はい、ああっていうのを求めてアメリカに行ったりして、はい、やっぱりないんですよ。ああはなかったんです、はい、どっかでどこに落ちてますかねそのああは、はい、従業図にも今なかったです、はい、従業図はそれを探せって話なんですけど、はいはいはい、そのそれって外にはないんですよ多分なるほどね、はい、そういうのをきっかけにこう自分でそう思えるかどうか、落ちてくるんですかね自分の、落ちてくるのかスイッチが入るのか、はい、皆さんいかがでしょうか。はい、はい。